こんにちは。今回ご紹介する本はこちらです。学びを仕組みに変える新家元制度という一冊になります。これはどういう本かと言いますと、この家元というものを、今昔の家元ではなく今風のきちんとした仕組みとしてこの家元制度というものをビジネスにしていこうという一冊になっております。で、具体的にはどういうことかと言いますと、社団法人などを作るという方法になりまして、先生を作るということですね。先生を作ってその講座を開発する。そうすることにより先生がお客様を集めてきてくれるということになっていきます。で、そのための具体的なステップですとか考え方ですとか、値段の決め方、そして集客の仕方、そして、新たな講座を作るためにはどうすればいいのか、そういうようなこの家元制度を作るために必要なノウハウがこの一冊の中にもうびっしり詰まっておりますので、この一冊を読むことにより、家元制度ぜひあなたのビジネスに利用してみてください。で、ここで一番肝として言われているのは、世の中にいいことをしないともう儲からない世の中になってきているよということですので、ぜひ参考にしてみてください。以上です。